今のところ誰にも出会ってないんですけど、本当いるのか他のプレイヤー。プレイヤー人口はすんげーいるらしいんですけど、あ、いるいるいる。これめちゃ、あ、取りすぎた。おお、なんか釣れてる。え、欲しい。え、なんか友達みたいなのがいたよね、ペットみたいな。え、なになになに、どっち系の。あれは、これはキャラバンはどこにいるの。コンピューターか。もうついてないとおかしい。ごきげんよう。どうも。旅の途中でキャラバンを見なかった。いや、キャラバンをドラゴンブリッジ駐屯地に物資を運んでくるキャラバンを待ってるんだけど。ですよね。来ないのよ。あ、そうなんだ。あ、これは多分あれだね。これは右側に多分このメインクエストみたいのがあって、他の人に話しかけるとサブクエストを受注するみたいな感じになっちゃうかな。こういうのね、わけわかんなくなっちゃうから、とりあえず整えたいんですよ、私。これ、何でもかんでもサブクエスト受けて、どれがどれだかわかんなくなっちゃうじゃないですか。とりあえず、サブクエスト系は、一旦保留しといて、あれ、これは？あ、これプレイヤーっぽいな。あ、プレイヤーだね。おお、めっちゃかっこいいじゃん。え、その馬と、その武器、え、こっちすごいガン見されてるけど、怖い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 、やばいやばいやばい、他のプレイヤーもいますね。とりあえず、でもなんか、あの、調べたところによると、PVP のエリアは限られてるらしいんですよ。だから、ここは、なんか PVE なんで、いきなり攻撃されることはないらしいんです。だから、それは良かったですね。いきなり、あの、だからやられるかと思ったら、そういうわけじゃないらしい。ちゃんとそういうのも考えてあるらしいんで、とりあえず、まあ、メインクエスト、目的地、向かって、まあ、しばらくはちょっとメインクエスト進めていきたいですね。来ましたね、来ましたね。ここでしょう。こういうの大好きですからね。これ最初の街とか系ですよね。いやいや、いいよいいよ。このプレイヤーもいるな。緊張する。おお、なに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 、なんであの人光ってたの今。おお、いっぱいいる、いっぱいいる人。街もいっぱいある。やー、待った、頑張る。これどうする、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 何する。メインクエストもしたい。いや、でもメインクエストだよね。でもなんか寄り道ばっかしたい派だから、どうこういうの見るとさ、ほら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 、何あれ、馬じゃない、もうすでに馬に乗ってるわけじゃなくて、なんか、え、虎みたいな、ね、でっかい猫みたいな乗ってる人いる。やばい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 、欲しい。その乗り物欲しい。乗り物って言ったらダメか。動物欲しい。え、どこで手に入れるんだろう。ほら、ちょ、ね、これはこのプレイヤーでしょ。なんでね、みんな馬乗ってるんですよ。これスタミナがあるんで息切れちゃうからだと思うんですけど、移動手段みんなすごいな。マジか。ここに行けってこと。うわ、ここだね。完全にここに行けっぽい雰囲気出てないこれ。あー、やば、これお城かな、中庭。あいや、ほら、なんかね、みんなペット連れてるんですよね。ほら、いいな、なんだろうそれ。どうなってんの、これ奥進めばいいんかこれ。あ他の人もいる。おおこれさ、なんでもやっぱ新鮮だからさ、ワクワク止まんねえぞこれ。あー、これ王様のお城だねこれ、完全に座れないからこれ。やっぱこれ、やっぱこういうのに挑戦したくあ、ダメですね。はい、すいません。じゃあ馬欲しくて探したら町に売ってたんですよ。だけどバカ高いっす、値段が。だからあのね、これね、メインクエストとサブクエスト両方いろいろやらないとあんなにお金たまんないわ。バカ高かった。だからちょっと今メインクエスト来たんですけど、いやー、これ待って、洞窟これ、ひょっとしてダンジョンってやつ。これ書いてあるもんね、思いっきりダンジョンって。あー、これはまあ物語がっつり進めながらサブクエストもちょこちょこやってっていうのを両方均等にやっていかないと、馬までの道のり結構ある。うわー、ザダンジョンって感じだね。いやー、マジ？通り抜けて、どうする？その先を偵察しよう。なんかいるよ。これ寝てる？あ、クマか。あ、ちょっと。あ、いける。いけるね。あ、全然いける、全然いける。よし。これなら勝てる。あー、クマだった。あかん。敵は一匹じゃなかった。雲も来た。ちょっと待って。ちょっと遠くの方から連続攻撃。ちょっと待って。はい。いや、痛い。ちょっと飛び道具
いかん、ゴミ道具、マジ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 、毒みたいな動けないんですよこれ。なんかプラグと、ちょっと待って、あっ、ちょっと、クマの中に、よしよし、一匹やった、一匹やった、一匹やった、よしよし、あいつ持って、もう一匹か、ちょっと動けない、動けない、うわぁ、うわぁ、うわぁ、なんかね、他のプレイヤーの人とか、他のバトルで見てると、なんか魔法みたいなの使ってるんですよ、みんな、ゴミ道具みたいな。だからどうやってやるの、よし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 、はい、気絶して、ほら、うい、オーケー。まあ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 こんなもんよ。まあね、まあ言うてもね、最初のダンジョンでしょ。いやもうこんなもんですよ、私の実力がね、うん、やっぱね出ちゃってるか。強そうなやついますけど、まああれもね私のね手にかかれば、おい、おいや、おいや、おい、ほら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 、どうだ、おい、おい、オッケー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 、おーゴリ押しや、これもゴリ押し、ちょっと強そうですね。よしよし、まあね歯応えあるやつがね一匹二匹いないとね。よし行くぜ、お前も私の経験値となれ。よし、うわっ、あれ、いや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 、んなバカな、んなバカな、最初のダンジョンでこんなにね強い敵が出てくるってわけじゃない。私がねちょっと余計方のミスだったかな。うん、これ近接ゴリ押しで最初は倒せるっていうもんなんですよ。これで戦うでしょ。これちょっと周りをしっかり見ながらこう戦えば大丈夫だ。このねこのこれをうまく避けて、これ、まあ、今当たっちゃいましたけど、2番の攻撃だけさっと避ければこれ大丈夫。ちょっとまずいね、これまずいね、ちょっとまずいよ、ちょっと距離取って一回ちょっと HP 回復しよう。ちょ時間が経つとこれ HP 回復できるんで、まあ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 、まあ、戦い方さえ分かれば私だってこのね勝てるはずだから、ちょっと避けて、ちょっと待って動けない、ちょっと待って、はっ動け、うわっ、あかんで、あかん、そうじゃ、じゃ、もう、もうあいつと戦うのやめよう。あいつと戦うのよくないわ。なんかね、飛び道具がやっぱねないから私も。あ、ちょっと待って、あれ、誰かやってるな。は、他のプレイヤーいる。あ、他のプレイヤーいる。よしこれは便乗しよう、ほら便乗して、よし助けに来た手で便乗して、ちょっと、いや、オッケー、ナイス、それ、そのさ、なんか飛び道具のさ、ほら使ってるでしょ、ちょっとこの横のやつ倒すわ、ちょっと協力プレイ、これが MMORPG の真骨頂じゃない、ちょっと倒して、ほら、あの人絶対強い人、ちょっとこの横のザコ倒して、さっきあの強いでかいちょっとグソクムシみたい、それ、ほらめっちゃ強いこの人、ナイス、ゴリゴリ削ってる、でこれで、ね、おーしゃしゃ。ちょ、兄貴、強いっす、兄貴、ついてきます。めちゃ強いっていうか、あの、どうやったら、あの、飛び道具っていうか、魔法みたいな、なんか、近接と、ほら、あ、違う、やらなかったっすね、今。でもね、コンビネーションでやってるんですよ。このなんか魔法を使って近接で戦ってみたいな、これが近接で戦うと、じゃあ向こう飛び道具あんまり使ってこないんで、めっちゃ強いよこの人。だから魔法を打って近接で近づいてみたいなコンビネーションでやるんですけど、打つかなこの人。あ、ほらそれどうやってやるのそれどうやるのそれ、ほらなんか何それ、何、え、ちょっとそれどうやるのそれ、このウォーンってそれめちゃ強いんだよな。俺ちょっとあの人任せようかな。ほらなんか打つでしょ。そのやり方教えてよマジで。それがめちゃ強いんですよ。これこっちなんかこのコンボみたいなで戦うしかないんだけど、近づくとこれブワーンってこのドリブルしちゃってクソクブシみたいなやられちゃうでしょ。それほらめちゃ使ってるもん、なんかその魔法みたいな。ちょ教えてマジ倒せるじゃん。これ倒せるでしょ。そのね魔法みたいな、兄貴お願いします。とりあえずこのダンジョンは兄貴についてきゃとりあえずクリアできんじゃないか説が今。いや兄貴のおかげでめっちゃレベル上がったわ。FMORPG っていうか、まあ、こうオンラインのねマルチゲーって、いやこういうのがあるからいいですよね。いやお世話になりました兄貴、ありがとうございます。無事にこのダンジョンもクリアしました。いやにしてもね、なんていうの、魔法みたいなのが、飛び道具がまだ使い方わかんないんですよね。どうやったらやれるのかな。レベルがもっと上がらないと使えるような、多分ちゃんとねこのあのなんていうんですか、スキルみたいなやつをちゃんと振り直してボタン設定とかちゃんと見ればできると思うんですけど。ちょっと待って、何あれ、何これ、なんかすごいのある。ちょっとね、
すごいことになってる。なんかちょっと行こう、なんかすごいボスっぽい感じ、雰囲気出てるね。ほら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 、なになにこれ、やばそうじゃない。おおなんじゃこりゃやばいやばいやばい、いろんなプレイヤーがいる、戦争が始まってる。おおはははは、楽しすぎる。なんだこれ、やっぱすげえ、いろんなプレイヤーがいるぞ。なんだ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 、これ倒せばいいよ。とりあえずやっぱめっちゃ強そうなボスもいるし、何してるのみんなこれ。ねえ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 、何と戦って、何と戦って何をしてるのこれ。やばい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 、おおいきなり戦争。なんだこれ、これさ、これ経験値もらえるんじゃないこれ。またよし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 、このなんかガチ勢のみんなにちょっと囲まれて、ちょっとボス強そうな人たちはちょっとあの強でレベル高いガチ勢のみんなに任せて、ちょっと私はちょっと小判ザメでしょ、小判ザメでこうちょっと周りのね雑魚っぽいやつをやっつけて、これそのちょっと大物をちょっと一撃二撃ちょっと当てといて、はぁ、あ